坪井正五郎大正2年5月26日は、日本の自然人類学者。日本初の人類学者として、日本における、考古学、人類学の普及と確立に尽力した。乱邦医、坪井信道の孫として、江戸の両国屋の倉に生まれた。1877年大学予備門に入り、1886年、帝国大学理科大学動物学科卒業。 同年、東京人類学会を結成。帝国大学大学院に進学し人類学を専攻。終了後の1888年、帝国大学理科大学助手。翌年より3年間イギリスに留学し、1892年10月、帰国し、帝国大学理科大学教授。当園にあたる民間の研究家、林若樹が、この頃から助手として出入りする。 同年蘭学者、三つくり周平の長女、奈子と結婚。1899年理学博士号を授与された。日本の人類学の先駆者であり、愛の民族の伝承に出てくるコロボックルに関する論争に加わり実在説を擁護、日本石器時代人イコールコロボックル説を主張したことで知られている。1903年の第五回内国官業博覧会では、 学術人類館に協力した。1913年、第5回版国学シーン大会出席のため、滞在していたロシアサンクトペテルブルクで、急性戦行性腹膜炎のため隠し、人類学の創始者として、鳥居流像などを育てる。柳田国夫と、皆方熊靴を結びつけ、また、三越のブレーン、流行会メンバーとして、玩具の開発でも、功績を残した。 人類学者、考古学者の坪井翔五郎、坪井章五郎は、東京帝国大学理科大学教授で、人類学教室を主催。民族学、考古学までを含むイギリス流の幅広い人類学を提唱し、早々期考古学の指導者として活躍。日本石器時代人について、コロボックル説を唱えた。趣味人としても知られ、玩具の研究、収集に関心を持ち、 清水政府、岩屋サザナミラ玩具愛好家たちと交友し、大友会に参加。玩具を中心とする、児童文化運動を推進した。教科や義文などにも乗じ、遺跡にてよき物縁と焦るとき心は、石器棟は、ドキドキなどの句を残した。土偶や、石器の絵あり、坪井正五郎本郷駒込西方町十番地方十三、と書かれた名詞が書き写されている。 清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、人類学者、考古学者の坪井正五郎より抜粋直子夫人は、三つくり原歩の孫娘で、正五郎、直子夫妻は二男二女を設けた。地質学者、鉱物学者、岩石学者の坪井聖太郎は、長男、地球物理学者の坪井忠二は次男。また、長女、春は、西田翔三に、次女、菊は、 さやだいににとついだ。物理科学者の坪井正道は、小五郎の着損。ありがとうございます。